おらおら、 F カップ様の登場だ。どけどけ、誰が存在そのものがセンシティブじゃ、誰が分からせたくなる金髪魔法使いじゃ。どうしたのジュリエットさん。いえ、なんでも本当はここは古代の伝統にのっとって、ボインボインみたいなことを言うんですって。なんで。さあ、全てを知る者にもわからないことがあるんです。と言いますか、やるなら姫様ですよね、大きさ的に。そんな、はしたないことはできないわ。試しにやってみてくださいよ。そうですね、ホワホワした感じのお嬢様風で、姫様というよりは聖女かのように。注文多くありません。そこは多くありませんのくらいのお嬢様言葉で。わかりました。わかりましたの。おお、いいですよ、いい感じにウィンドミルさんに忖度してる感じになってきましたよ。わかりましたわ、私頑張っちゃいますの。さあクレリア姫どうぞ。せーの、ボインボインですの。おお、いいですよ、クール、最高です。私ボインボインですの。2回目、ナイスナイス、ボインヒュー。なんだか頭が頭痛してきたわ。それはいけませんね、発売もあさってですし、今日はこれくらいにしておきましょう。最後にこれを見てる皆さんを罵ってください。3、2、1、どうぞ。ザーコザーコ、私で浴場でも捨てればいいのよ、このヘタレポンチくん。グレート、発売2日前でした。ごめんなさい。おお、良質な分からせ、さすが姫様。ウィンドミルオーシス最新作「悠久のカントネラ」2021年7月30日発売です。私たちと初めてを一体見つけに行きましょう。